させてもらってるんですけど、はい、接客で気をつけてる部分とかなんかあります？そうですね、一方的な会話にならないように言葉のキャッチボールっていうんですかね、は意識しながらお客さんの視線はよく常に見てますね。だからそれはやっぱりこう経験上学んできたっていうのは。そうですね、もうとにかく楽しませなきゃと思って最初の頃はわーわーわー喋ってたんですけど、まあ、僕もそうですよ、こうお洋服買いに行って店員さんにああでもないこうでもないって喋られちゃうとちょっとあこの店はもういいかなってなっちゃう瞬間があったりもしたんで、そういった経験だったりお客さんの表情っていうんですかね、見ながらあこれは違うんだなって、この人とはこういった接し方じゃないんだなっていうふうなことを都度の接客で考えるようになりましたね。結構長いお客さん多いような感じ。そうですね、ずっと買っていただいてるというか、もう入社当初から買ってくれてる方も結構いますね。まあ、いいお客さんにね恵まれてる感じはすごいするね。とてもこう販売員とお客さんっていうよりはちょっと家族みたいなね感じで、すごいフレンドリーなお客様が非常に多い印象を仲良くさせてもらってます。おすすめする一押しの染め屋の製品とかありますか？おすすめはそうですね、僕今、まあ、個人的にもそうなんですけどずっと続けて飲んでるんですけど豆乳、うん、今ハマってて、そうやっぱテレビなんかでもその、まあ、健康にいいとかってなるんですけども、やっぱその元々豆乳好きなのもあるんですけど、やっぱ美味しく飲めるので、うんうん、定期的に飲んでますね豆乳は。染め屋入った時なんか豆腐食べてた時どう思いました？はい、いやそもそもそんなにこう味わったことがなかったので、うんうんうん、入社してこだわりのお豆腐の説明を聞いていざ食べてみて初めて多分豆腐味わったんですけど、あこんなにお豆の味がするんだとか、うん、あと油揚げなんかお味噌汁しか使ったことないんですけど、まあ、先輩に焼いて食べるとうまいっていうのを聞いてやって、あ美味しいっていうふうに、んうん、まあ、素直に感動しましたねそこは、うんうん、まあ、その感動した商品をこう伝える仕事っていう感じ。そうですね、美味しいお豆腐の染屋です。ただいま移動販売中です。いつもありがとうございます。洗濯物気をつけてくださいね。
ちょっと出てましたね。忘れてる。降っちゃいますよ、雨。そうだね。はい、真っ暗になってきましたね。いいこくてこう。いいくりゃ元気さでよかったですよ。水分取ってますか？で水分ならいいそうはいかないんですよ ね、 ねやってきますね。いいですよ、うん、いいですよ。ありがとうございます。お願いします。すいません、ありがとうございました。どうも失礼します。ありがとうございます。どうも失礼します。